の新エリア、さあ1個目、わーっと泳いでしまったー。立って泳いでしまいました。2023年春、頭魔城は挑戦者たちの侵入を拒んだ。ジャンピングバークレイジークリフハンガーを越えた。再びチャレンジャーが動き出す。届くか、届くかな、カルゴ。さあここの最後の回転、すべてのステージに新エリアが設置。挑むは50人の精鋭たち。さあ落ちたー。完全制御は現れるのか。さあ最後の挑戦者です。もう一人の決勝トーナメント進出を決めます。タケ VS ユユート。さあこの二人の対決、さあスタート。ユユート初めてのサードステージ、ここはきっちりと、しかし超えていく。さあユユート先行、ユユートが先行する形でタケが落ちてしまった。さあユユート超えました。さあここは下克上していきます。ユユート、優勝経験もある盾。しかしながらユユート初めてのサードステージで軽々とここら辺の第1エリア、第2エリア、そしてクリフハンガーと超えていきました。盾ここまた押し損ねた。そしてユユートきっちり超えていくという。ユユートここはレベルの高いプレーを見せていきました。